迷う鉄道と書いて名鉄、そんな名鉄線の一大ジャンクション犬山駅にやってきました。ちょうど列車が出ていくみたいですね。すごいね、こっから岡崎まで行くんだ。普通列車名古屋にも行くやつですけれど2両しか繋いでない。さすが名鉄だ。大都会名古屋にあんな2両の普通列車をぶち込む時点で相当やばい会社であることは皆さんもうお分かりでしょう。今回はね、そんなやべえ会社が誇るフラッグシップに乗っていきたいと思います。こんな感じでもう敵じゃない鉄道会社なんで、そんな鉄道会社が一番の目玉にしている商品はもうそれはそれはいかにもおかしい構造、おかしい内装しているに間違いありません。乗るのが楽しみです。ということで今回は名鉄のパノラマスーパーこいつですね、その2階展望席に乗っていきたいと思います。ちょうど正面に見えている大きな窓が特徴の客室ですね。展望席ってだいたい1階が展望席で2階が運転席というスタイルが主流ですけれど、名鉄のパノラマスーパーはその全くもって逆、日本唯一の構造です。いやすごい高いな、窓も大きいし随分と広々とした眺望を確保することができています。いや思ったより窓がでかいな。視界に入ってくるのはほとんどが車内の内装ではなくて景色ですよ。2階からの全面展望というのは日本で唯一この車両でのみ楽しむことができます。さあ列車は名鉄の一大ターミナル犬山駅を出発。今回はこのパノラマスーパーで名鉄犬山線のほぼ全区間の全面展望を楽しんでいきたいと思います。名鉄名古屋まで乗車する予定です。早速左側に名鉄広見線とそれから名鉄小牧線2つの路線が同時に分岐をしていきます。すっげーって言われた建物は全部名探偵コナン君の世界では爆破されてしまうそうですけれど、それをね言わざるを得ないのがこの内装ですよ。特に全面展望を映し出しているこの窓ガラスはほとんど天井にまでせり出していて、そのおかげによって列車に電気を送っている架線が本当に手を伸ばせば届きそうなほど近い位置に見えているんですよ。これが一番新鮮な体験でしたね。それともう一つ新鮮に感じたことがありまして、それがこちらです。ちょっと声を小さくして喋ってみましょうか。このパノラマカー運転席が自分の足元その下にございますので、運転席でよく出ている音っていうのが下から聞こえてくるんですよ。これは本当に正真正銘初めての体験でして、なんだか運転手さんに対して申し訳ない気分にさえなりました。そんな新鮮な体験に一つ一つ感動しているうちに、駅は3つほど進みまして、今扶桑駅を通過しているところ、快速急行以下の列車が全て停車をし、さらには待避線設備もある割と貴重で大きな駅でございます。また名鉄特急にはね、これ特徴的なんですけれども、現在の最高速度が表示されるシステムが搭載されておりまして、ただいま時速110キロほどと出ておりましたね。さっきまではかなり最高速度に近いスピードを出して走ってくれていたみたいです。それにしても眩しい眩しい。ちょうど今ね、まあ景色で言えば逆光的なタイミング、太陽が真正面にあるんで窓がでかすぎて太陽光全部僕にぶち当たってるんですよ。いやこれ今体温計を指したら37度とか余裕で超えてきちゃうでしょうね。コロナの時代だったら強制降車でございます。さあ一つ目の停車駅柏森に到着。座席がそもそも2階についてますんでね、ホームに到着した時なんかは特にうわ高えなっていうのを実感することになります。この柏森はさっき扶桑駅っていうのがあったのに、扶桑町の中では一番主要な駅となっておりまして、快速特急以下の種別が全て停車するかなり大きな駅となっております。扶桑駅の方がね、駅の規模自体は大きかったのにね。ここからしばらく名鉄犬山線は大きな駅が続きまして、扶桑駅から4駅連続で快速急行以下の列車は全て停車することになっております。いや本当高いところからの景色って感じですよね。架線がね、右へ左へちょろちょろと動いているのを眺めるのもすごい楽しいですし、なんだか架線検測車ドクターイエローにでもなった気分です。こんな視点って本当に名鉄パノラマスーパーでしか楽しめませんからね。またこれも2階展望席ならではの風景だと思うんですが、線路がカーブしている時車体って傾きますけれど、2階展望席であるおかげでその傾きがねより大きく感じられるようになっております。こんなに列車傾けちゃって大丈夫なのかよって心配になってしまうレベルです。さて列車は再び駅に停車します。さっきも喋った通り大きな駅が多いんですね。こちらはカンナム駅ではなく江南駅。この文字列を見ると昔めっちゃ流行った動画カンナムスタイルを思い出してしまいます。
またさっきもちょろっとコナンの話をしましたけれど、コナンって名探偵コナンのコナンにも似てますよね。実際映画の時に、まあコラボのようなこともしたみたいです。さっきのコナン駅は、ミュースカイも含め全ての種別の列車が停車するにもかかわらず、一面二線というしょぼい構造で、ポイントの分岐も一切ないという、これまた名鉄名古屋ばりのカオスっぷりを発揮している駅でございました。お次に通過するこちらの駅、やっぱり高いところだと迫力がありますが、ホテイ駅でございます。右側に高架駅なのに留置線がホームの横にあるっていう随分珍しいスタイルですね。昔この駅はこの周辺の貨物の取り扱いの拠点でもあったそうで、それで多分名鉄が割と大きめに土地を持っていて、あのような留置線を設置することができたんでしょうね。っていうか今列車とすれ違いましたけれど、ものすごく小さく感じましたね。どんだけ高い場所から景色見てるんだよ。なんとも同じことを言って申し訳ございませんが、ホームの屋根もこんなにも近く見えております。ちなみにこのパノラマスーパーの車両は2015年頃からリニューアルが実施されまして、今では全ての編成が更新済み、内装はこんな感じのきれいめな白と黒を多用した割と現代風のデザインになっております。こいつ大体35年ほども前にデビューした車両なんですけれど、それを全く感じさせないほどのとてつもない清潔感です。座席のモケットも今の名鉄らしい色に変更されていますね。さあ列車は正面に見える大きな駅に入線をしてきております。こちらは岩倉駅ですね。犬山線で一番大きな駅と言ってしまってもいいかもしれません。この辺りから名鉄犬山線の車窓もより一層都会らしくなっていきます。ここまでは田畑田園風景と住宅が半々のような感じでしたけれども、ここから先はもうほとんど住宅しか見えませんね。この岩倉駅は当駅始発の列車も多いらしくて、特に日中はこの駅を境に普通列車の本数が2本から4本、1時間に2本から4本に増えるんだそうです。ちょっと遅いですけれど車内探検に出かけて行きましょうかね。犬山から名古屋まではわずか30分で、もうとにかく時間を有効活用していかなければいけません。車両の後ろ半分以上は1階席となっておりまして、2階展望席部分というのは本当に貴重なところなんですね。さらにドアなんですけれども、こんなね車内が現代的なデザインをしているのにもかかわらず折りたたみ式のドアになっています。この折りたたみ式ドア、折り戸に関しましては戸袋、つまりドアを収納しておくスペースが必要ございませんから、その分客室を広く取ることができるんだそうです。だから結構ね近鉄特急とかにも多く見られますけれど、特急用の車両に多く見られる構造なんですね。展望席の座席表もここに貼ってありました。わずか5列、合計で25人しかこの空間に入ることはできないんですか。本当に狭いですね。それとまあ一応2階でね、さっきまで散々高い高いってもてはやしていたんですけれど、意外と階段自体は4段ぐらいしかなくて、多分 JR 東日本のグリーン車の方がより高い位置に座席があるんじゃないかと思われます。でもね窓が大きい分やっぱり高いところにいる感覚が非常に強いですよ。さあ列車は次の駅を通過していきます。ここは西春駅だそうです。さっきの岩倉駅から名古屋まで列車の待避設備がある駅はここしかないんだそうです。いやそれなかなか大変じゃないですか。この列車もその設備を有効活用してちょうど左側に止まっていた普通列車を抜かしたようです。ちなみにさっきの西春駅からは名古屋空港に向かって路線バスが30分に1本出ており、今のセントレアが開港する前は名古屋の空港アクセスを担うとても重要な駅だったみたい。それにしてもまだまだ名古屋まで結構ありますが、もうこれ以降は一切待避設備がないっていうのはすごいですよね。名鉄犬山線こう見えてもかなりカツカツのダイヤが組まれているみたいです。線路は高架線になりまして、進行方向右側に留置線名鉄の車両が一編成止まっていますけれど、この駅は上尾台、ここで名鉄犬山線と名古屋市営地下鉄鶴舞線が連絡をしております。この構造は大手私鉄と地下鉄が接続する駅では例を挙げればキリがないほど典型的なものですよね。進行方向左側に向かって鶴舞線が分かれていくのと同時に城北線の下をくぐります。あの城北線はこんな大都会のど真ん中を単線非電化で1両の列車が行き来するという激ヤバ路線です。ちなみにさっきの地下鉄鶴舞線ですけれども、上尾台駅と反対側の終点赤池駅でも名鉄線に接続をしていて、名鉄線から地下鉄線に直通し、再び同じ鉄道会社である名鉄線に直通をするという全国で唯一の例が見られる場所でもございます。そういえば僕の隣には人は来ませんでした。
座席にはリクライニングの機構もついていたみたいで、ぜひ試してみたかったんですけれども、後ろにお客さんもいましたし、なんか一番前に陣取っていて、まあ感じが悪いじゃないですけれど、ちょっと申し訳なく感じていたので倒すのはやめておきました。右側にパノラマスーパーの車両が留置されていましたけれども、ここは琵琶島分岐点、ここで名鉄犬山線は終わり、右から合流してくる名鉄名古屋本線に合流します。さっき留置されていた特急用の車両は知多半島方面に向かう運用の間であそこまで持ってこられるものなんだそうですね。なんてったってあの名鉄名古屋駅には折り返し設備が一切存在していませんからね。南からやってきた列車はこの辺りまで一度回送されてこなければいけないわけです。さあ列車は庄内川を渡り、いよいよね前方に名古屋駅周辺の高層ビル群なんかも見えてきていますが、ラストスパートでございます。展望席ってなかなか座れる機会ないし、いや今回乗れてよかった、最高の思い出だよと思いたいんですけれども、まあ最高の思い出なのは間違いないんですが、名鉄特急ってね本当にしこたまたくさん運転されておりますので、展望席の一番前の座席を予約する難易度というのは本当に低いと言ってしまってもいいと思います。ロマンスカーとかは結構プラチナチケットになる印象がございますが、この名鉄パノラマスーパーの一番前の展望座席は、僕はねこの時に関しては本当に当日の昼とかに予約して、今夕方の列車に乗っているという状態です。そんなおそらく日本に存在する展望座席の中で一番入手難易度の低い名鉄パノラマスーパーの座席、皆さんもぜひねお試ししてみてはいかがでしょうか。さて列車は最後の駅佐高を通過します。右側にちょうど東海道新幹線がやってきていますね。新幹線はちょうどこの辺りから加速していくタイミングです。さあここでいよいよ本当にラストスパートですね。名鉄名古屋駅入線に向けて地下に潜っていきますけれど、名鉄名古屋駅が現在の形になったのは1952年のことなんだそうでして、確かにトンネルもいかにも古そうな見た目をしておりました。そんな昔からターミナル駅を地下でやっていたと言うんだからすごいですよね。乗り場に関してはもう完全なカオス状態ですけれども、大都会の地下で大手私鉄のターミナルを運営するということに関してはかなり先駆者的存在なのかもしれません。さあもうちょっと名残惜しくてしょうがないですけれど、名古屋で降りなければいけません。次の撮影があるんでね。さあそろそろ降りるかと思っていたところなんですが、やっぱりこうなりますよね。大都会のくせに線路が2本しかないので赤信号でございます。列車の詰まりが生じているんですね。ちょうど今信号が黄色に変わりまして、列車も再加速、名鉄名古屋に突っ込んで行きます。それとおそらく名鉄名古屋駅のホームが曲がりくねっていて安全確認が難しいからでしょうか。こんな感じでホームに列車が入って行く時には必ず警笛を鳴らすことになっております。これが名鉄名古屋駅の一つの名物でもありますよね。いやーすごいカラフルな案内板の数々だ。お客さんにとってはもうもちろんこの乗り場というのはカオスだと思いますが、運転士さんにとってもカオスですよね。絶対に列車の停車位置を間違えてしまってはいけません。そんなことがもし起きてしまったら、ホームで待っているお客さんにとっては触覚を取り外されたかのような状態になってしまうわけですから。さあ名鉄名古屋に到着しまして列車を降ります。一応ね運転士さんが停車位置を間違えないように、いろんな列車種別行き先に合わせた停車位置表というのがかなりたくさん取り付けられております。いや楽しい展望席の旅でしたよ。ここから豊橋方面に向けてまた新たなお客さんを乗せて、今度は子連れのお客さんだったみたいですけれども、楽しませながら進んでいくみたいです。というわけで今回の乗車記録はこの辺にしていきたいと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。